なんか愉快な車両になったね。愉快な車両。確かに愉快な車両だ。修学旅行みたいな。江ノ島方面、列車内に手続きからのお願いです。すごいいいですね、おしゃれ。ちゃんとイナゴよくある。ユーユーハマイナゴライダーみたいな。ついたついた。イナゴのマジか。海の匂い始まった。海の匂い。最初の匂いだこっちだもんね。やっぱあ、だっす。これ無事な撮るの。え、普通に今年いや、海出てたよ。海出てたよ。めっちゃ嘘つけやん。めっちゃ。あ、以外でね。ここを撮ってだって、ここ、なんか、俺ここピンするから撮ってもらえない。なんでだよ。わがままだなぁ、なんか。いい、やるわがままだよ。使ういいよ、いいよ。もうやって。以外で。じゃあ、使いやすい感じでさ、みんなピンして顔をそっちで上げたら。何これ何そのスタイル。よし、はい、ありがとうございます。切符じゃないですか。はい、皆さん今から、海の方にね、海の方に向かって歩いていきたいと思います。はい、シルクもね。海が楽しみ方分かってないんだ。心のバランス取れてない。そうなんだ。いつものさ、メンバーとかじゃないからさ、年上だからね、みんなやりづらいよね。で、え、ハエに当たる。そんなことある。今うっすら雨が来ましたよね。やばいよ。あ、今日バーベキューか。え、やるの本当に。あれなんか言ってなかった、バーベキューみたいな。バーベキューしないの。俺そんなこと言いましたか。なんかバーベキューやりたいみたいな言ってなかった。ラベシ、バーベキューするって言いました。重要なイベント先だ。いや、しないの。ラベシバーベキューしに来たのにな。豚か牛か迷ってたの、うん、このじゃなんで来たか分かんなくなっちゃうよ。道迷です。いや、迷ってないよ。今道迷です。わ、山だ。どちらかというと海だよ。自分の顔しか映ってねえじゃねえかよ。みんなを映せよ。これラベシ家で編集しててさ、いや、なんかおでこしか入ってねえけど。雑に何何ラベシ、何してんの。2人で同じような絵撮ってた。いや、でしょでしょ。だからやっぱこれじゃん。だからいや、だからそれは何よ。かといってそれは何。ほら、楽しそうじゃん。お前選びやすくていいじゃん。いやいや、今のところ鎌倉とデコだけだよ。これだって音声使われないからただただ気持ち悪い人みたいな。最初自分の妻かなと思ったんだけどね。いや、どういうこと。そんな喋ってた。喋りすぎて虫歯ないんですよ。今の虫歯。海ですよ。寒いの。何なのか分かんない。イエイエイワワー、わっしょーい。やっぱり海はいいな。構え方やばいな。カメラマンさんの顔がすごいな。ショーやめてくださいよ。ちょっともっと薄着になってもらえないかな。あれ、タツニーのデコから宝目のデコに。フォーカスのぞいた。いや、もうカメラ2台いらないよ。30のおじさんにカメラ2台いらないよ。キッチどうしよう。キッチ。 1,2,3 ブリの線サバチェ。